誰の何たぬきご飯の川山よはーい、ということで始まりました。毎週違う、嘘つきました。毎月第2月曜日深夜24時半からはたぬきご飯の川山よ。お相手はたぬきご飯の堀とししくらです。今月もよろしくお願いいたします。はい、ということで3月、はい、3月でございますよ。13日、うん、はい、3月13でございますね。はい、ご覧いただいて分かる通りついにベレー帽デビューをいたしました。ありがとうございます。気にはなっているんですけど。いいでしょう。デビューなの。デビューなんですよ。今までベレー帽をかぶろうかぶろうと思ってたんですよ、はいはい、おしゃれじゃないですかやっぱベレー帽って、はいはい、だからかぶりたいなと思ってたんですけど、うん、なんかどうかぶっていいかわからん。まあでだからその漫画家先生感がやっぱ拭えないじゃない。そうそうそう。でもこれそうでもなくないですか。どう。いやでもね、僕がおしゃれっていうわけじゃないですけど、はい、やっぱりその漫画家感は出ちゃうよね。出ちゃう。どうしたって漫画家感か、うん、森ガール感。あ、そう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 。まあまあ出るよね。まあ緑だしね。緑だし。じゃあ森感でしょ。あ、森感、うん、まあね、森感。そう、うん、でもこれが一番やっぱしっくりきてあ、そうなんですか。そう、いや、しっくりが来る、来ないかを見てないから、しっくり来ないベレー帽も見てないんで。そう、真っ黒とかやっぱちょっとしっくり来ないんですよ。あ、そうなんですか。きつすぎて。そうそうそう、いい感じの色合いで万年筆感もありつつやっぱり出ます。なんか出るんだ。じゃあ、メガネはかけちゃダメよ。メガネかけたらもう一撃よ。あ、大丈夫です。メガネはね、真っ二つに割れたんですよ。え、不吉。さすが翻訳のお嬢様でございますね。え、真っ二つに割れんの。そんなことあんの。いや、ほんとに、でもね、初めてって言いたいんですけど、うん、実は2個目で真っ二つが真っ二つが、あれ、スカウターっていうんですか。あー、ドラゴンボールのね。ドラゴンボールみたいになるんですよね、はいはいはい、え、もう完全に、もうそう、真ん中で、真ん中でさよならパコすんの。そう。そうなんですよ。じゃあさ、その、なんつうの、先代の割れた、はいはい、もうでも10年ぐらい前ですかね、うん、今の2代目の割れたメガネを足して2個1みたいにしたらどうなの、はい、飛び出すメガネみたいなさチグハグでチグハグで何だ飛び出すメガネはレンズの部分が赤と青なだけでしょ。あ、そうか。どっちも白いから。あ、そうかそうか。ただ見えるだけ。ドア一緒だから、ね、それ なんで割るの。メガネなんで割るの。割るっていうかレンズじゃないんでしょ、割れたのも。違います。フレームのここ、ツル、ツルじゃないや、真ん中の。どう割れ、もう撃たれるしかないよね。そう、撃たれたね。もう撃たれたんですよ、私。パーンっていくしかないね、はい、寝てる間に狙撃にあって、ゴルゴ13が来て。うわー、すごい。そう、もうケネディよろしく本当に。あ、そう、行かれた。暗殺されずによかった。メガネが助けてくれたんだね。メガネが身代わりになってくれました。あれですよ、起きる時に手ついたらそこにメガネがあったんですよね。うわぁ処方パキッつって処方、うん、まあ見えないからね。そう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 、メガネ、目悪い人はね、メガネかけないと。そうなんですよ、私ここしか見えないんで、メガネかけてないと、この距離しか見えないんで。すごいじゃん、ゼロ距離。ゼロ距離ですよ、本当に。もうだから、これぐらい離れると、色だけわかるみたいな。おうん、そうなんだ。目とか鼻とかわかんないです。もう昔ながらのヒントでピントだ。それなんですか。あー、ごめんなさい。まあ、わかると思ったんだよな、ギリギリ。ヒントでピント、ヒントでピントのモザイククイズ。私このようにね、言いたかったんですけど、もうダメね。じゃあもうご破産だよ。はい、ではヒントでピントがわかる方はこちら、コメントがしていただけるようになってますのでですね。そう、あ、はい、うまいこと言うね、言うね。はい、ソーシャルストリームというところからですね、ツイッターなりフェイスブックなりのアカウントを入れていただきますと、うん、コメントがしていただける仕様となっておりますので、うん、ヒントでピントに関する情報をお待ちしております。いやいや、情報お待ちしておりますじゃない。情報は俺いっぱい持ってるから。なぜなら毎週見てたから。お持ちですか。土井勝といえば何。土壌すくい。どういうこと。いや、知らない。違う、知らないもん。違う、土井勝って言ったらね、はい、まあそのおかずのクッキング的なことをね。ほう、おかずのクッキング。土井善晴のお父ちゃんだかなんだかみたいなイメージがある人もいると思うんですが、違います。土井勝はもう昭和の名司会者です。へー、はい、どっちもピンとこない。お、ヒントでピントなのにすごいじゃん。知ってる人のボケ方するじゃん違う違う、男性チーム、女性チームよ。だ、今ではちょっとあんまやっちゃいけないんだろうけど、男性チーム、女性チームに分かれて、はあ、はい。それはあれですか、クイズダービーより前ですか。
クイズダービーとほぼ同期です。じゃあ知ってるはずですよね。連想ゲーム、あの辺です。原平に3000点でしょ。それはあれでしょ、あのクイズダービーでしょ。クイズダービー、それ知ってます。じゅっちゃんチャンネルはもう地方によるけど、テレビ朝日、テレ朝の日曜7時半から、はあはあ、で、男性チームのーリーダーが浅井新平。ちょっともう一人も知らないな。で、女性チームは、小林千歳、通称おっかさん待ってましたよ、ね、その小林千歳がプーンってやるの、うん、もうすごい、もう男性チーム、女性チーム、さあどっち勝つ、最終問題、はいはいはい、で、男性チーム答える、うん、惜しい、うん、どうぞって言って、うん、小林千歳がバーンって答え、ピーンってやるの、うん、したらその土井正、うん、そうそう、うん、ピントだから、うん、お、やっぱ知ってる人のボケ方ですねいや、知らないですよいや、バーンってやるの、したらその土井正が、うん、パンってやるの、ピンってやるの、じゃあピンピンってやるのね、ピンってやるの、うん、したら、その土井正が待ってましたよ、おっかさんっていう、これがね、まあ、一応何回かに一遍の決め台詞。へえ、マジカルズの場はデュセンド秋穂の位置。もうちょいね、おばさんだったかな。ああ、普通のクイズの Q 様でいう宮崎よし子さんの位置。ああ、そう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 。うわ、すごいね、いいとこ言うね。そういうことそういうこと。あの宮崎よし子さんの安心感すごくないですか。うん。絶対知ってでも絶対知ってんのにちょっと迷ってくれるじゃないですかあの人。え、それはちょっとディスりにも聞こえるけど、どういうことですか。違う違う違う、あれって言いながら答えてくれる安心感あるじゃないですか。どちら分かんないのかな、本当に分かんないのか、どちらの、やっぱ知ってたんかいのやつ見てますね好きなんですよ、見てますね。なんかすごい上品じゃないですか、あのクイズをする人の中でも特に宮崎よし子さんって、うんうんうん、そうね、博学だけどそれをひけらかさずにものすごく上品に答えてくださる感じがすごく好きなんですよね。もう上品すぎるからもう答えも堀さんもうあれだもんね、答えてくださるって言ってますね上品さにもう引っ張られて、引っ張られちゃいました。宮崎よし君の上品さに引っ張られて回答もくださるって言ってるもんねちょうだいちょうだいだもんね。いや本当にいただけるものならちょうだい、答えちょうだいになってるもん、ね、あれですよ、煙みたいなもんですよ、神社で、トゲ抜き地蔵のってことでしょ。ああそれで言えばすごい、すごい、もう、おう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 、ソゲがね、刺さったんですよ。うん、わ、なんだなんだ、ソゲ、ソゲ、トゲじゃなくてソゲ、え、ソゲって言いますね。ソゲって何、トゲ、え、トゲのこと、わからない。ソゲ、ソゲです、あの木の破片がトゲでしょ。ソゲでしょ。トゲだよ。ソゲですね、トゲですよね。何ソゲって、ソゲ、木がソゲたものが刺さるからソゲ。そう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 、違うよ、トゲトゲのが刺さるからトゲでしょ。いやいやいや、ソゲでしょ。見てるんですかね皆さん、どうなんですか、ソゲ派いるんですか。ソゲでしょ。いや絶対トゲ派がもうソゲ刺さった、トゲ刺さった。あれはあのあれあるじゃん、ピンセットのさ、あの こうなってるの毛抜きみたいなやつあるじゃん、はいはいはい、あれトゲ抜きでしょ。だってトゲ抜き、ほら、はい、ほらほら、いやでもソゲでしょ。何ソゲって、ソゲ、まあまあいいや、その木の破片がね刺さったんです、うんうんうん、よ、うん、で、あのその時ピンセットそれこそ持ってなかったんで、うんうん、こう爪でこうギューってここに、ここに人差し指のあの、うん、ささくれができるところに刺さって、うん、で一生懸命引っ張ったら上だけ取れたんですよ。はい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 、中身入ったまま上だけ取れて、1週間ぐらい経つんですけど、うん、なんとこの度同化しました。え、そんなことはどういうことですか、ね、多分多分脱げてないんですけど、これここちょっと黒くないですか、ここ。おお、いや刺さってんじゃないそれ。刺さってますよね。おでもね、刺さってるよ。もう痛くなくなったんですよ。ただちょっとあのギター練習しすぎた時みたいにちょっとだけ硬くなってる、逆さになってるやつでしょ。いやそれあれ毛抜きで抜いた方がいいよ多分。だってもう抜けないんですもん、完全に取り込んだ。皮膚ごと行くか。いや皮膚ごと行くとか怖いこと言うわ。いやいやだって硬いんだからしょ、硬いから痛くないでしょ。痛いわそんな、痛くない痛くない。いやあれですよ、トゲ俺よくまあまあ刺さるじゃない。うん、知らんがな。トゲ。知らんがな。刺さってたの。あのちっちゃい子ってよく刺さるじゃない。刺さる、よく刺さる。昔とかは、はいはい、荒いし作りも、うん、全部の作りが荒いから机とかで行くでしょ。日本が全部荒かったから。いやいやいや。ね。シシクラタクが荒かったんでしょきっと。違う違う。学校の机とかもうすぐ刺さるじゃん。あ、まあ、確かに確かに。で、うん、トゲ抜かないと。うん、トゲが血管に入って心臓に回って死ぬってよく言われてた、うん、言われた。
言われたりして、あれ本当ですか？だとしたら私もうすぐ死にますけど。でもまだそこにあるんでしょ。そう、同化したからね。でもさ、うん、指先のさ毛細血管より太いと思わない？うん。でそれがさ、こうじんわりこう染み出ていくんじゃないですか。染み出る。でもそれこそあのガラスも言われませんでした。ちっちゃいガラスの破片はもうすぐ行くって。いや言われた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 でしょ。分かる分かる分かる。すぐですよ。そんな掃除機みたいにガサッてなるかね。聞いたことないんだよ。すごい凄まじい量の血液がやっぱ流れてますから。流れてそんなさ、濁流だよね血液は。いやそうですよね。じゃないとその中に乗ってしまったらもうドーンですよ。ブワーブワーブコブコスッサッダーガクってことでしょ。カカバーンでしょ。あ、コメント来てますよ。バラやサボテンの茎にある先端の尖った突起物などをトゲ、木がささくれ立ってできた尖りをソゲと言います。ソゲです。負けたんかい。ありがとうございます。やっぱり白学だったんかい。なんだよこの人。ソゲですよ、ソゲ。絶対トゲって言ってたと思うんだよな。え、なんかどっちかわからんぐらいのソゲみたいな言い方だったけど、だったけど確実にソゲだったの、あれは。ああ、そうですね。幼少期。うん。ああ、なるほどね。そうなんですよ。雰囲気みたいなもんね。そうトゲソゲね。トゲソゲ問題はちょっとこれはいいんじゃないですか。これはもうこれからも声を大にして言っていきましょう。絶対みんなトゲって言うし。いや、そうですね。だからアンケート取ってみましょう。なるほどね、うん、木がささくれだったものをそげ。はい、ありがとうございます。一個勉強になりました。とも、とこさん、ありがとうございます。とこさん、マイスターからの方ですよね、きっとね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今週もマイスター上がってますので、よかったら。そうですね、っていう別の動画サイトを紹介したということでございます。なるほどね、本当にもう関係ねえぜ。関係ねえぜ。関係ねえぜ。大人のしがらみなんて関係ねえぜ。尖っておりますよ。来週、今週、32歳、まだまだ尖っておりますよ。あ、そうですよ、32歳にもうあと4日とかですか、ね、もう4日になりますか。恐ろしや。いや本当に、まあ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 、まあ、そうでしょう。まだ32のそこら辺にいるんでしょう。まあまあ無事、ね、私からしたらね、まだそこですから。まあまあそうですよね、もう40ですもんね。39だから。そのさ、すぐ押し上げるのやめた方がいいですよ。いやいや、だって今年の11月でいくつになるんですか。40ですけど。でしょ、ほら。いや、40代足りてないんすか。僕ね、それ言いたい。いや、足りてますよ。だって、少子化だもので、そのさ、うん、もう38とかさ、37ぐらいからさ、うん、40、40みたいなさ、40扱いすんだよ、うん、いやまあまあ、でもそうですよね。まだ30代後半じゃない。まあ37はそうかもね。8ぐらいからちょっといよいよかなって思ってきますね。でも30代後半でしょ。うん、それをさ、なんか40っつってさ、うん、もうすぐ40が取り込もうとするじゃん。うん、なんかうさんくさいサークルみたいに。うん、あれやめてほしい。ちゃんと30代後半って言ってほしい。嫌ですか、やっぱり年取るの。嫌だね。なんで。ちょっと真面目な話になるけど。いや、じゃあやめてください。そうだよね。じゃあやめる。真面目な話聞きたくない、この時間に。だって何も成し得てないんだもん。年ばっかりいってるって思いたくないんだよな。いやだから、でも、うん、そう、それこそ去年まではさ、なんか今年なる年をなんか大体みんな言うじゃないですか。はい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 。だから、ししくらさんもう39なんですよみたいな話をしたら、全然見えない、若いよねっていう声がたくさんあったんですけど。そんな声聞こえてましたか。そんな声が届いてたんですけど、今年入ってから、うん、もう今年40ですからねって言ったら、ちょっと引いてますもんね、やっぱ。そうね。みんなね、引いてる。へえっていう、うん、引いてる。若いねっていう声があんま聞こえなくなってきた。そう、若いとか見えないとかじゃないんだよね。40なんだこの人。そうっていうね、あの執事40なんだ。いや見てらんないな。いや執事の40は見てられますよ。いや違う、まあ偽っつったらあれだけどもね。本当にマリリン・モンローが36で死んでるからね。うん、そうか。ボブ・マーレーも36で死んでるからな。そうなんだ。でも、もう呼び捨てしていいからね、俺は。うんうん、年下だから。長生きしてるし。確かに。そうよ。だからそういうふうに思って、プラスで。ただ、長く生きている。
それがシシクラであると。いやだから俺もここでも何回か言って、それひどくない？何ただ長く生きてるって。だって何もなし得てないってさっき言うから。いや得てないけど、人をなんか呪霊みたいに嫌がって、ただ年輪重ねてただそこに太陽を浴びてるだけみたいな。いいじゃないですか、バームクーヘン美味しいじゃないですか。そういうことですか。バームクーヘンは食いもんでしょう。でも年輪でしょ。年輪よ、ね、年輪だけどね、うん、まあそうなの。いやだからその言ってるけど、うん、言ったと思うけど、はい、もう長生きするしか俺はもう選択肢がないから。あ、そうですか。幸せになるには。ほう。だって今二十歳の子でもさ、はい、俺よりこうね、成し得てる人って自分の同じ目的を持って、うん、で達成感のある人もいる。米津玄師とかね。そう、うん、家庭も持って幸せな人もいる、うん、それはちょっとピンとすぐに例えば出てこないけど、そう、うん、そういう中で、うん、今40でこれでしょ、これ、うん、これなのね、うん、ってことはさ、もうさ、はい、長生きして、うん、ゴールした時点で、はい、その人たちと同じぐらいのところにいないともう元取れないわけよ。なるほどね。そう、終わり良ければ全て良しと考えた。そう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 、はいはいはい、だからゴールは一緒、ホノルルマラソン感覚だから俺、タイム競ってないから。なるほどね。完走したことでゴールだから、はいはい、だから完走しなきゃいけない。なるほどね。そしたらじゃあ何がいりますか、うん、寿命です。はい、それだけです。長薄めのってことね。そうそうそう、うんうん、ギュッとしてるマリリンモノじゃなく、なく、そうそう、うん、それと同等の価値を得るには長生きして、うん、埋めていかなきゃいけない。107 結構いく行く家があるでしょう。今は医学も発達しますし、これからも発達するでしょうし、うん、107行って、うん、ゴール、うん、だからもう長生きするしかないから私は。なるほど、うん、頑張ってください。選択肢は1個、長生き、よかった、うん、さ、生きる、生きる方向が見つかってよかったです。本当に生きる希望が湧いてきた。生きる希望がね、あって、はいはいはい、死ぬために生きると。そういう話やめてってさっき言われてな、哲学的なのを夜中に言ったら確かにそうよ。この夜も夜中にさ、哲学的な話を言ったらもう地獄。聞いてらんないですよね。聞いてらんない、聞いてらんない。ただでさえ電気消して暗くなったらそんなこと考え始めるのにさ、皆さん。なんで寝る前にその話もう来んのかよみたいになるんですから。いやいやいや、でも ね、言ってもその R1 大久さんすごかったじゃないですか。その、うん、あ、奥さんっておいくつぐらいですか ?40 超えてらっしゃる。奥さんわかんない。でもそれぐらい同じぐらいですよね。同じかちょっと上かだと思う。めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか、うん、やっぱり、うん、1本目あれやって、うん、2本目逆であって、あのあれ決勝ってああいうことよって私はそれ、それ言うよね堀さん。思うんですよ。どういうことその2本やるから、はい、この続きでやるっていうこと。そう。なるほどね。日本の関連性があるネタってやっぱりあそこまでこう同じ組み合わせというか、うん、敷いて敷いてじゃないですか。一本目すらも。そうそうそう。それがやっぱそれやりたかったのよなって思うんですよね。先やられた感があるってこと。そう、だからおととし私言ってたじゃないですか、うん、あの一昨年なんか分からんけど私決勝行くつもりだったんですよ M1 でね。ほんと言ってたよね。ほんとに言ってた。ちょっと怖かったもん。引いてたよ俺。あまりにも本気に言ってるから。今年決勝行きますわって言ってたんです。言ってるから調子乗って、うんうん、目マジだったから引いてたんだよ。その出世意欲がないとか向上心がないとかじゃなくて、うん、この人マジで言ってるんだと思ったらちょっと引いた。温度差に引いた。引いた、うん、そういう話。事実はありつつも、ありつつも引いた。いや、その時にやりたかったのが、うん、まあ、ししくらさんには散々言ってましたけど、1本目に西園寺あやめと月のししくらっていう、うん、今やってるね、うん、はいはいはい、しりとりをやって、うん、で、その決勝の2本目で、うん、逆で、うん、お坊ちゃん、もしくはあのおじいさん、大旦那ね、西園寺の大旦那 とメイドっていうので、うん、ほぼ同じネタをやりたかったんですよ、うん、っていうのをこれを鮮やかにあんだけ面白く決めれる奥さんってやっぱすごいなと思って。うんうんうん、そう、それに感動したんですよね。まあね、だから本当にあれよね、うん、メイド服本当に見てたしね、一昨年ね。そうですよ、うん、本当に見てたけど結局買わずにね、次の単独で買いましたけどね。そうだからまあまあね、
だそうそう、やりたいことは成仏したというか、そうそう、成仏したですしね、はい、うん、でもびっくりするよね、あれね。何が？あの、もし我々がそれやったら、いや、びっくりし、だからそれじゃないですか、びっくりするじゃないですか、うん、だって1本目でさ、じゃあ面白かったですねってなって、はい、うんうん、で、さあ、順番を決めましょうってあるのよね、はい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 、決勝の、したら知らないコンビいるってなるじゃん。いや、そこがね、私の中での迷いどころだったんですよ、やっぱり何迷ってたの？行かなか、完全に行くつもりでいたじゃん。そんなとこまで考えてたの？いや、その着替え、キングオブコントってみんなコントだから黒い服着てくれるでしょ。出落ちとかがバレないようにね、バレないようにガウンみたいなやるよね。でも M1 ってそうじゃないから、うん、そうじゃないよ、だってコントじゃないもん。そうじゃないから服着せてくれないんですよ、うん、衣装のまま出てください、抽選ですじゃないですか。そうそうそう、うん、だからそこで一番を引いてしまったら着替える時間がないと、でシワも描かなきゃいけないじゃないですか、うん、大旦那になった時に、うんうん、で着物をなんか着慣れてないから時間もかかるだろうし、うん、私はこうバッて脱いでメイド服着るだけだから5分もかかんないですけど、うんうんうん、それでもし一番を引いてしまったらこれはどうしたもんかな、うん、って思ってってたら行かなかったですよね。決勝にね。いやー、ほんとにおかしいなぁ。ほんとね、でも行く予定だったんですもんね、堀さんはね。行く予定だったんですよ。うん、うん、ほんとに、残念。残念、うん、でも不思議な、まあ言いましたっけこれ、言ったか言わないかわかんないんですけど、はいはい、ほんとに行くと思ってたんですよ。うん、で、めちゃくちゃ絵見えてたんですよ。うん、で、うん、3回戦終わったあたりから、おととしのね、そう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 、うん、急に見えなくなったんですよね。だからその時点でちょっと負けてたというか。ん、そういう才能があるんですか、ベレー帽先生。ベレー帽先生なんか絵が見えるんですか。そうですね、この急に見えなくなったって、もうアスリートが言ってるようなやつじゃん。そうそう、もうこの先っぽからね、ちょっと電波受信してるんですけど。今日被ったばっかりだろう。何をいつものトレードマークみたいな。デビュー戦でございます、ありがとうございます。似合ってるのはやっぱ可愛いな。デビュー戦を、そして500円っすよ。安っ。安っ。冬物だから多分。あー、なるほどね。そうそうそう、でも夏も被ってやろうと思って。あ、でもその意思はいいよ。いいっすよね、うん、いいいい、うん、そんなに分かんないと思う。いや、本当に全然話変わりますけど、うん、貧乏は甘んじて受け入れようと思うんですけど、うん、貧乏臭いはダメだなと思って。うん、お、ちょっと いい話になりそう。あ、じゃあやめとこうかな。へぇー、食いついたのにな。単独で大旦那とメイド見たときに M1 決勝2本目で見たいと強く思いました。さすがは神回さん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。同じ気持ちだったんです、本当に。そうなんです、ただ3回戦で急に見えなくなったんですよね。そう、見えなくなったんですよ。見えなくなっちゃう、受信しなくなっちゃったんだ、夢が。そうなんですよね。あらあら。っていうところで、今年は全く見えてないんですけどね。いやいや、もう去年もそうだし、そのなんなら一昨年もそうだったね。いや、一昨年だから見えてたんですよ、確実に。え、この時点で？そう、3月の時点で。そう、見えてたの？見えてた。今年はもうね、全く、去年も全くだったけど、今年はまそれよりはマシかな。でも全く見えてないんでね、ちょっと5月ぐらいまで見えるように頑張ろう。やっぱ大変。うわ、そうなんだ。俺、うん、去年のが見えてたんだよね。だから俺気持ち悪い。顔悪いんだよね。いや、違うんじゃないですか。いや、多分俺去年のが見えてたけどな。いや、なんかわかんないんですけど、わかんない。このたぬきご飯を私が担ってるというわけではないですけど、うん、かなり堀の気分に左右される気はするんですよね、うん、乗る乗らないって。そのコンビとしての調子が乗る乗らないんだね。なんとなく、はあ、その獅子倉さんは合わせられる人じゃないですか。こう、アッテネーターみたいなことじゃないですか。ん？アッテネーターって知ってます？アッテネーターって何？テレビとかで。その服アッテネーターってこと？めっちゃ腹立つんですけど、うん、そうなんですよ。ちょっと待っててくださいね。整理していきましょう。ダメだ、ごちゃごちゃだ。テレビの、うんうん、話がもういっぱい散らかってるから、一個一個整理していこう。じゃあ、アッテネーターの話をしましょうね。そう、テレビのね、はい、受信。受信がうまくいかないときに、はいはいはい、うまくいきません、接続できませんみたいになって、白文字ね。そうそう、うんうん、で設定のとこに行くと、うん、アッテネーターを調整しますみたいなのが出るんですよ。うんうん、それ多分電波が合ってないっていうのとアッテネーターっていうのが、全く別の語源で重なってるんですよね、多分。
え、たまたまダジャレじゃなくて、たまたまだ、そうですよ。え、その白くなるから、白くなるのがありえるからありえるではないってことではなくて、そうなんだ。反対と、安泰みたいに、あの、アンチ、アンチって英語では安泰って言うじゃないですか、はいはいはい、反対と安泰みたいな、被り方をしてる言葉なんですよ、アテネーターって、で、まあそれが、何の話だっけ、どういうことですか何ですか。いや、シシクラさんは、その、あれじゃないですか、合わせられるっていうところからだ。ああ、そうそうそう、はいはいはい、アッテネーターが合ってるってこと。そう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 。うわ、ギャグみたい、怖い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 って言うから、そう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 、だから、でも私は多分そんなに人様に合わせることができないんです、32年生きてきて気づいたんですけど、だから、こう、調子をガッて気持ちが上がってるときは、あの、上がってくれるんですよ。でも、シシクラさんが上がってるときに多分上がりきれないんですよね、っていう感じはしてます。上がってじゃあ本当になんか俺はもう年上として言うわ上がってじゃあ去年なんかなあんま見えなかったんだよな。見て、じゃあ今年は無理くりでもいいから見てお願いしますよ。もう見えないんですよねって言ったらあと7ヶ月も何すんのよ。いやだからそのあと2ヶ月ぐらいでちょっと合わせていかない。あ、そうそう、合わせてね、行かなきゃいけないですけどもね。本当にグビグビグビじゃないからな。いやこれね、やっぱりいいですね。先月も言ってたじゃん、はい、それ先々月、先々月ね、はい、言った昨日煮沸したんで綺麗な知らない、うわすごい、知らないのオンパレードだ、すごい。はい、まあ飲んでるということで、どうですか、何が水美味しいっすよ。いやいや、これ水道水とは思えない、まあまあ、何ですか、もうそのこのここの会社の方ですか。違います、何にももらってない、何にももらってないけど最近増えてるんですよ、やっぱこれ飲んでる人が。おい、見る見るでしょ、見る。この間選抜、昨日昨日ね、選抜で置いてあった、置いてあった、同じの、そう同じの、置いてあった。そうなんですよ。でも僕はペットボトル。いや、いいですよ、ペットボトルもいいです。ペットボトルアートって知ってます、見たことあります、このペットボトルって空になるじゃないですか、で、そのリサイクルに出すでしょ、普通は、はいはい、はいはい、そうね。でもそれをそのゴミとせずに、アートにしましょうっていう人たちがもうほんと何年も前からだと思うんですけど、出てきて、私最近知ったんですけど、はいはい、いやすごいんですよ。それこそあのミラーボールみたいな感じの電気の傘とか、おお、なんかさ、でもなんかあるじゃん、ペットボトルじゃなくても、はい、なんか捨てるもののアートみたいなのあるじゃん、あれさ、いいけど、やっぱりちょっとチャッチく見えない。まあそうなんです、多分実物見たら、あ、やっぱペットボトルだって思うかもしれないんですけど、写真で見たらめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ちょっと一回やってみたいなと思って、ペットボトルアート。ペットボトルアートね、はい、じゃあやってみましょうか、ペットボトルアート。そうなんですよ、今日本当今日ね持ってこようかと思ったんですけどアート、そう、アートというかこのペットボトルを、あー、そので切るとかやろうと思ったんですけど、ちょっと無言になるなと思ってそんなさ、深夜のワクワクさんみたいなの見たいあ、朝子供たちの前でやるからあれみんな見るわけだってさ深夜疲れてへんわ、ガーってなってさ、パッて見たらさね、ありがたくも我々を見にパッて来たらさ、ベレー帽かぶったやつがワクワクさんみたいなことやってるチャンネル、面白いかね無言でモロリーつってなんだなんだってなるけど、ペタコペタコそれお祭りのでしょ、お祭りのじゃないわ、それはあれだわ、ゴロリのだわホチキスのパチーン、いやあれ危なっかしいんだよ、あれぬいぐるみがやるからいつも危なっかしいんだよでもぬいぐるみがやるから怪我はしないんだけど、そう怪我はしないんだけどねなんか危なっかしいんだあれ、モテてんのかなあれっていうね、そう興味がねあるんですよ今、なんかあります、最近興味あること。最近興味あることはね、そうね、でもまあまた今一通り料理ブームが来てるんで、私の中で。あら、またですか、なんか、最近よく人に振る舞ってますよね。そうなんです、最近ね、もう振る舞うことにしまして、振る舞い飯、振る舞い飯をすることにしまして、ただお給料がね、まだちょっと手前なので、はいはい、振る舞いすぎて今米がないんですよ。あらまあ、はい、だからなんか米さえあればなんとかなるっていうイメージありますけど、その感じの米がそうなくなってしまった。そうなの、料理は少なくてもさ、おかずは、
結局米で腹いっぱいにしてしまえばこっちのものみたいなところあるから、うん、梅干し一つでいける。そう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 、うん、だからね、まあちょっとここ 1、2 週間はちょっとね、またちょっと閉店するんですけど。ああそうなんですね、はい、何作ったんですか。肉水、肉水、うどんのない肉うどん、そう、はい、と、うん、ホルモン鍋、すごー。ちょっとホルモンブームがあって、ホルモンを小麦粉で洗うっていう技を得たので。ホルモンを小麦粉で洗う、そうなんです、とぬめり取れると生臭さが取れる。はあ、それどこで仕入れたんですかその情報。これネットっす。ネットすげえ。ネットはすごい。うん、でホルモンブームがあって、でそのに肉水とか、うん、あとあのほら関西にあるさ、うん、カスうどんのカスって、はいはい、油カス、油カス、あれも、うん、あのホルモンですもんね。ホルモンから、うん、作り上げることに成功して。え、あれどうやって作るんですか。あれね、あの小腸ってあるの、丸腸っていう、はいはいはい、小腸があるの、うん、それ買ってくんの、うん、まず、うん、で、おいくらくらいするんですか、そたお高い。ね、600〜700g とかで。あ、結構ある、うん、で、それで本当に500〜600円。あ、いい。 100g 100円ぐらいじゃないかな。あらら、そんなもんだった。それ花まさ買ってきて解凍して、はい、小麦粉で洗って、うん、水気取って、うん、そのままフライパンに ぶっ込むの。ほう。600〜700g を、うん、結構あるでしょ量。あるある、ね、本当はでもなんかね、それを油で揚げなきゃいけないの。はいはい、あ、揚げてあるイメージある。あるでしょ、うん、で揚げなきゃいけないんだけど、はい、もうなんていうの、もう油増やしたくないの俺。まあまあそう、捨てんのめんどくさいですしね。家でね、油だからもうそのままフライパンにぶっ込むの。はいはい。したらホルモンって、うん、めちゃくちゃ油出んの。まあまあそうですよね、自身に油持ってますもんね。そしたらほっといたら勝手に上がってくれんの、うん、なるほど、セルフ揚げ、うん、セルフ揚げ。あら、なんか自分で自分から出た水で溺れていくの、だんだん油でボクボクってなってくるの、勝手に勝手。いや言い方悪、バカみたいホルモンってバカだから美味しいんでしょ。で、うん、美味しいんだけどね、うん、で上がったら、うん、水、油切って、うん、でもうそのまま冷凍ぶち込んで使う時だけ切って、うどんとかに入れたり、その肉水とかに入れたりすればいいんだけど、で、この残った油があるじゃない、ホルモンから出た油、ホルモンから出た油、はいはいはい、これを、うん、今度は、うん、冷めてからね、ある程度冷めてから、はい、タッパー入れて、うん、冷凍庫やったら、うん、牛脂になるの。牛脂あるじゃん、スーパーとかでさ、タダでもらえる、はい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 、油、すき焼きの時引くやつ。あ、そう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 、うん、あれになるから、うん、あれでチャーハン作ったり、うん、はぇー、余すとこなしだ。余すとこなし、すごー。そうなの、そのやっぱ牛脂で作ったチャーハンは、うん、そのサラダ油とかとはまた一味も二味も違う。これがね、うん、結局、うん、そのサラダ油だろうが、うん、ごま油だろうが、うん、牛脂だろうが、うん、結局チャーハンの素入れるから味一緒だからチャーハンの素がすげえって話を今してんだけどね、うん、その話と思って聞いてなかった。今牛脂だからこんなにこう、うん、さっぱりとか天然のやつだから、うんうん、味が全然違うんですみたいなのを期待してした質問だったんだけど、結局、うん、やっぱりチャーハンの素が一番すごい全部ちゃんと丸宮、やっぱ丸宮、丸宮牛脂だよ、牛、しかもホルモンからこっち手間暇かけて取ってんですもんね、取ってんだよ、うん、その旨味の詰まった牛の油でチャーハン炒めても、うん、そりゃ美味しい。桜エビチャーハンの素入れたら桜エビの味ちゃんとすんだよ、うん、すごくない？牛どっか行っちゃうんだから。いやすごいけど、牛ボコボコにするんだから。すごいけどの話、ね、なんかもう小田和正の話みたいですねなんかA メロだけブワー盛り上げといて、サビこんなんだっけみたいな知らないっていうねそうそうそう、うん、伝えたいことがあるんだばっか入ってきて、おうおうおう、サビどんなんだっけかなっていう、あの曲なんだっけなって言って歌えますって言って歌えたらなんか知らない知らないサビ始まっちゃったっていう、あるあるけどね、そういう話かそんな話びっくりした、うん、そうなのよ。だから今ホルモンブームですね、ホルモン手料理ブーム、手料理ブーム。米ない時はどうしてるんですか。あー、そうね、やっぱりあれね、札幌一番だね、結局は。あー、まあまあ確かに、塩、塩、あー、塩ですよね、やっぱね。知ってます？何ですか？札幌一番って、はい、塩でしょ。塩、俺も絶対塩なの、うん、でも、日本で売り上げ一番いいの味噌なんだって、うん、だって札幌だもんね。
いやそうだけどさすげえ何俺どうなってんのこれ札幌味噌ラーメンじゃ普通はすげえ正論で一撃ね激破もう本当にあのボクシングチャンピオンに1ラウンドで負けた人ってこんな感じなんだろうね本当そうですよいやさっきのトゲソゲ問題からそういやちょっと今日は白旗問題がねいやでも塩、美味しいですよね塩美味しいよね、うん、絶対塩なんだよな塩にあの卵入れるの美味しいですよね塩に卵入れるのはね美味しいあの塩にトマト入れるのも美味しいですしあ塩トマト塩トマト美味しいですよへえーはい、トマトラーメントマトラーメンみたいなうんのですよ、そうですねあとなんだっけだと豆腐入れても美味しいしね豆腐うんラーメンにラーメンに豆腐札幌一塩が一番豆腐入れて美味しいとろみはとろみを入れるつけないとろみつけないつけない、うん、豆腐だけ入れる豆腐だけ入れるはいあの切ってね好きですね料理そうなのただあのなんて言うんだろう凝りたくないのよ食材とかさうんでしょ料理好きな人凝るイメージありますけどねいやもうなんか調味料変な切りないトリュフ塩とかも、うんうん、切りない切りないもうクレイジーソルト一発だからクレイジーソルトはもうかなりクレイジーですよねあれね、うん、クレイジーソルト一発でね、まあ、確かにすごいあもうあれだけを武器に、うん、もうだから五右衛門でいう斬鉄剣、うん、あれだけで俺挑みたいクレイジーソルト持ってもう本当にうわしゃーって、うん数々の料理人の前にいやそれで言うなら私あるあるあるミックスペッパー知ってますそれあれじゃないのクレイジーソルトのなんかハーブ的なやつじゃないうんあのピンクペッパーとブラックペッパーとうんが混じってるやつええあれはありとあらゆる料理にかけて一発で美味しくなる魔法の調味料お安い高い高いなら嫌だよいや本当にあれで売ってるスーパーの100円あー、ほんとなんだっけあるじゃないですかガラムマサラみたいなああ、ああ、ああ武器名じゃない技名みたいなところに並んでるやつピンクペッパーって言ってそうミックスペッパーっていうのが並んでるあ、ほんとそうじゃあそれと2本持っていろんな料理界に殴り込み行こうかなこだわりなんか無駄だうるせえってチャーハンの元で一発だ一発じゃい丸宮じゃいって言って嫌なやつ背中に丸って書いたそれが丸宮かどうかはちょっと一発では判断できないですけどそうなんだねいやでもそれで行こうあでそのクレイジーソルトで、はい、あのねめっちゃうまい鶏肉のうんやつもね私ね最近ねちゃんと作ってるそれ、ね、鶏肉料理ほうこれめちゃめちゃうまいと評判ですよなんですかどうやってやるんですかまあ、教えてくださいよ絶対作んないけど教えてくださいよじゃあ教えてあげるなんでだろうめっちゃいい人だった言いたがりだったっていうことなんですけど鶏肉なんかあれあるじゃない胸肉はいがあるでしょあの塊あのももじゃなくて胸の方うんうん皮ついてる方はい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 あれにねちょっとグロい方ねグロい方うんあれを焼くのフライパンでうん皮から下にしてはいはい何分にしようかな2分2分ぐらいうんうん裏返して2分ほうね、まあ、塩コショウやりますよ、うん、先に先にそこは普通の塩コショウ普通の塩コショウでいいですよほうほうほうで揚げますようんであれ塗るの、粒マスタードほう粒マスタードをその皮のところにビャーってやって、うんでまあ、味足んないからそういうのって大体、うん、でケチャップちょこっとやって、うん、でついに豆乳クレイジーソルト出たボババババババっていってやりますよ結構な量いってもいいあそこはそんなにそんなに、うん、で、うん、上にパン粉ぶっ込むパン粉ぶっ込むっていうかパン粉を上にベタベタベタってそれはフライパンから出てる状態ですね出てる状態はいはいはいでもう一回追いクレイジーソルトあら高いところから高いところからの追いクレイジーソルトを、これはもうブバババいっちゃいましょうはいでこれあるじゃんオーブンオーブンっていうか、うん、魚焼き、はあ、うちオーブンないから、うん、魚焼き器に行って、うん、強火でやるとパン粉が焦げるから、うん、弱火で5、6分かな、まあ、中に火通るぐらいまではいはいはい行って、うん、で最初に焼いてるから、うん、皮がパリッとしてくれるから切りやすいのなるほど香草焼きみたいな香草焼きみたいなそれそれそれ香草焼きみたいな何今のこれめっちゃうまいの、うん、うまそう、うん、これをねこれはね、うん、前に
あのスッキリの上田さんとか、あの10名一つの何人かでうちに来た時も、上田さんが20秒で書いたやつ、20秒で書いたやつで、うん、山崎さんもあの、うん、ロビンソンズの、うん、これうまいって言ってくれたの、上田さんもうまいって言ってくれたし、あら、嬉しい、はい、で、この間も、うん、ね中、あれ F コバが、フランシスコ小林がうまいって言ってて、花形もあら、そうなの、だから俺すごい大好評じゃないですか。そうね、だからやっぱりクレイジーソルト、うん、ホルモンとクレイジーソルトの二刀流で、うん、でもあれでミックスペッパーもあるでしょ。ミックスペッパーもありますから、なるほどね、じゃあもうこの三刀流で、何にかけても美味しいんだから、ゾロよろしく、ちょっと料理界に殴り込みに行こうかな。殴り込み、私ちょっと今年どっかでバーやろうと思ってて、うわー、わけわかんないことばっかり言うじゃんベレー帽かぶってバーすんの、どっか、どっかのタイミングでできれば、言ってることめちゃくちゃ、うん、うん、ちょっとやってみたいなと思って、その1日だけでいいんで、おーおーおー、うん、ママを、そうそうそう、バーをやりたいなと思ってるから、その時ちょっと料理出してくださいよ、後ろで、うん、私全く料理できないんで、なんかなるほどね、うん、なんか本当にそれ夫婦で切り盛りしてるみたいな絵になんない、まなんか作ってって言ったら、なんか無口なさ、魔女の宅急便のパン屋みたいなさ、あんな感じになんない俺、うんうん、つって、あの人無口だけど料理はなんかそれなりに作ってくれんだよねみたいなさ、なんでも歌出てくんだよねつってそう、どっかでやりたいなと思ってるんですよ。あ、じゃあその店舗も募集し、ね、見てる人で、あ、本当に本当にお願いしたい、貸してくれるよみたいなところとか、どんバーってさ、はい、バーどういうイメージなの、どういうイメージ、だからうん、ゴールデン街にあるようなあれ感じで、うんうん、カウンター一発の、あ、そうなんですよ、でもカウンター一発だったらちょっとそのお客さんが入られないことが多いかなって、いっぱい来るイメージしてるから私おー、もうその絵は見えてるんだ、はい、あー、なるほどね、そういっぱい、去年、一昨年 M1 の優勝したそのイメージでお客さんいっぱい、うん、うん、いるイメージなんだね、いるイメージあるから、やっぱカウンター6、7席、うん、と、あとテーブルが3つ、4つあったらいいなっていう、うんうんうん、そういう店舗探してますので、格安で貸していただけるとこ、何時何時でやるの、え、何にも考えてないけど終電までには帰りたい、バーでバーで終電までには帰りたい、それは夜寝たいもの私、ま、バーって朝までやるイメージないの、いやいや、無理、起きてられないそんなの、あ、次の日肌悪くなるもん、そんなしたら、そうなの、うん、ゴールデンタイムで行くの、いやもうそうそうそう、まあ、10時半ぐらいまでにはみんな帰って、ほんと定食屋じゃん商店街の定食屋でも11時ぐらいまでやってるよ、10時半ぐらいで帰ってくださいそう 5時ぐらい、その代わり5時ぐらいからやるから、いやもうすごい、じゃあもうあれね、北千住ね、じゃあなん、そんなイメージじゃん、北千住はちょっと早い時間からヘベレゲの人ってもう北千住と上野とかそっちしかいないでしょ、あ、じゃあもうだからそのいいよ、新宿あたりで北千住館を始まってもらえればいいよそれは遠いもん、お客さんいっぱい来るかな、来ないかな、いっぱい来るかな、そんな5時から、いや来なかったらいいじゃないですか、みんなそのメンバー、花形さんとか F コバとか呼べばいいじゃないですか身内じゃんもうみんなでわーっつってで俺怒るんでしょ、そう何を好きに食べてみたいな俺買い出しって今日お客さんいないからもう好きにやってみたいなちょっと待って花正行ってくるわじゃないんだよみたいなバー、そう皆さん、あ、ライブ客でも行っていいやつですか、もちろんですよ、そりゃ他に誰が来るんですか逆に他に誰が来るんですか客引きしてねなんかごついさ警察みたいな格好した人にさ怒られたりして怒られたりして俺さん客引きして、やだやだそんなのぼったくりですとか言われながらね違います、人一品500円でやってます、客引きはぼったくりです違います、いや、ぼったくってないです、チャージも取ってないですっていうような法外な値段を突きつけるぼったくりですって言われますよそうなの、うん、それは良くないから、はい、もうね、やると決まったらもう皆さん来ていただければ、そうやりたいんですよ、いつできるかな、で、カクテルとかも作るの、だからそういうこともやる、もうウーロンハイしか作らん、え、ウーロンハイしか作らん、緑ハイも作れお茶買えるだけなんだから緑ハイも作れ、ビールも継ぎなさい、レモンサワーぐらいならできるかな、レモンサワーさ、あれにしようよ、じゃあ、うん、知ってる流行りのやつ、めっちゃ美味しいの、
あの氷あるじゃない、うん、パチ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 はてはてじゃないいや誰に向かって喋ってんのやろ、私お酒やめてんのにと思ったんですよ。誰が誰をやれ何をやろうとしてんのよ、お酒やめてるやつが何をやろうとしてんのよママ一杯どうぞってさ、本当にさ、じゃあウーロン茶って言われる興ざめ感ってないよでもウーロン茶もウーロンハイのつもりで飲むから、それはぼったくりキャバ嬢じゃねえかよそれだから飲んでありなさいよ。何ですか美味しいレモンサワー。あのね、うん、レモンが氷の代わりなの、レモン凍らしといてざく切りにしたレモンが、あ美味しそう。あ、ちっちゃいやつ、大きいやつ、1個の普通のレモンを輪切りのとこもあるし、うん、なんかあの串型をさらにこう、うん、はいはいはい、何個かポコポコ乱切りみたいなしたのを凍らしたのを氷代わりにやって、うん、おいでレモンサワーにするので、潰しながら、おいしそう。あれだ、ガリガリ君サワーと同じ要領ってね。そう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 、あれすげえうまそうなんだよね。いやめちゃくちゃ家でやってみたんだけど、おう、何でも家でやるなこの人。うん、一旦家でやってみるんだけど、うん、ただね、僕焼すげえ美味しいんだけど、はい、焼酎が体に合わないから、あららら、めちゃくちゃお腹壊しちゃう。あれってレモンサワーって焼酎じゃないですか。サワー焼酎、焼酎に炭酸じゃないですか、うんうんうん、あれ例えばその焼酎を日本酒とかに変えると良さ消えるの。うん、うん、消える。ああ、どっちの良さもなくなるんだ。まああるんだろうけど、うん、でもなんかそんなに、で薄いし、日本酒の方がなるほどね、あのアルコールが、はあはあ、だから薄めちゃうと薄くなるから、うんうんうん、うん、結構入れなきゃいけないし、日本酒自体に味がついてたりとかするってことね、きっと。うん、日本酒飲みたい時はで、あの焼酎もさ、芋焼酎とか、はいはい、麦焼酎とかあるじゃない、うん、ああいうのを、うん、やるのはちょっとどうなのって思うけど。あ、香類と言われるやつがサワーだから。そうそうそう、味、うん、味ね、うん、やっべえやつよ。やっべえやつね。やっべえやつ。大五郎みたいな。大五郎みたいな、うんうん、ああいうやっべえのを味付けて飲むのがいいなと思うけどね。はあ、はあ、サワーはそういうもんなんですね。うん、そうそうそう。でもあれでしょうね、みんなやってみたんでしょうね、きっと一回ぐらいはね。いろいろと。ね。うん、お酒をね、日本酒でやってみたりね。やってみたりとか、うん、するはずですよね。こういう疑問があるんだからって。うん。でもあんまりピンときてないんだよね。ピンと来なかったから今流行ってないんですよね、きっとね。でもそのうちもしかしたら流行るかもしれないですよね。急にそのスパークリングワインとか出てきた、ワインじゃないに、スパークリング日本酒とかが、あ、出てきた、出てきたみたいな。急に出てきた、うん、スパークリング日本酒なんのか、じゃあやってみようかな。どう、いや、そう、あれでも発酵のさせ方でしょ、きっと。そうね、スパークリング日本酒はね、わ、うん、かんないですけど、あれめっちゃ美味しいですよね。ミオ、ミオでしたっけ、ミオ宝の、ね、うん、あれ美味しいね。あれ美味しいんですよ。ベロベロになるんですよね。だからやめたんだ、いや、お酒を。そう、まあまあ、でもミオは大丈夫だった。やっぱ私も焼酎がダメなのかな。うん、なんだろうね、うん、ダメなんだよね、お腹壊しちゃうんだよね。でも好きなんだよね。うんうん、まあでも好きなら別に飲んだらいいじゃないですか。そう、だからちょっと酔っちゃうともう手出ちゃうのよ、焼酎に。そう、殴っちゃうの焼酎。うん、焼酎殴るともうやべえじゃんいや、やべえって言うから、ベロベロじゃん、じゃあじゃあこうやって手伸びちゃう。ああ、伸びちゃうね、うん、はいはいはい、そう、なるほどな。堀さんでやるのか、あ、なるほどね、あの西園寺でやるのか。いや違うよ、西園寺って書いてないよ。え、愛人漫才のキャラでって玲子さんのことを言ってるし、玲子さんか愛人漫才のね。あ、れいこさん。れいこさんね。でもれいこさん喋んないよ。そう、れいこさん喋んないもんね。うん、あやめより喋んないよ、れいこさんは。で、したら俺、あの東堂さんはね、だってそれこそむ、あ、でもあの人の方がよく喋るのか。いや、東堂さんはよく喋るけど、東堂さん料理作んないからな。確かに、キャラ的にはね、うん、じゃあダメですね、うん、東堂さんは麻布で飲み明かすタイプの人だからね。うわそうだったんだ、知らなかった、うん。まあネタ絶対わからないと思う。カムカイさんしか見てる方ではわからないと思うな。こんなね、知らない人が知らないキャラをさ、特徴を言ってもね、わからないものだらけだと思うんですけど、そういうのもねやってるんですよね。本当はね、いろいろね、あるお披露目こそしたことありませんけれども、うん、そうです、そうです、単独でしかね、そう、ないもんね。ああ、そうね、単独、そうか。 あと なんか1回2回ライブでやったっけ。一発目は門座でやった。あ、門座でやったっけ。で、そう。で、その後、芸商でも一回やってるはず。芸商であんな攻めたことやったんだね。すごいね。多分、どっかで一回やってるはず。そうなんだ、うん。
まあまあまあ、そことも単独とありましたね、うんうん、と、ありましたね。じゃあ、レイコさんじゃなくて、そう、堀ゆふこさんが、あ、普通に、はいはいはい、あらあら、やってきたのみたいな、今日どんな感じよみたいな、それまた違うキャラ出てきてないママキャラ出てきてない、堀でしょ、これ堀ですよ。じゃもうね、堀がね、どれか分からんのですよ、もう、もはや。また怖い話してるよ、これまたもう深夜になんかまた難しい話したよ。いや、探り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 、やそれはもうお互いのこう歩み寄りによって成り立つバーですから、それはね。ああ、そういうことね。そうそうそう、バーの話ね。バーの話、うん、いや、よかったです。そうですよ、うん、最近旅行行きたいなと思って。あっ、私もなんですよ。あら、どこ行きたいんですか。いや、なんかね、うん、毎年ニッシーさん、はい、コーヒールーマのニッシーさんが、うん、お声かけてくれるの。はいはい。で、今回もお声かけてくれたんだけど、うん、ライブがあって行けなかったのよ。あら、そうなの。それが昨日今日だったんだけど、おーおーおお、行けてないのよ、旅行ね。で、行くつもりでいたから、うん、なんて言うんだろうな、もうその体になってんの。はいはいはい、もうワクワク感が、そのラーメンの話されて、うん、ラーメンの口というか、うんうん、みたいな感じで、もう旅行の感じになってんの、うん、旅行の口になってると。旅行の口になってる、はい、だからもう温泉行きたいし、うん、めちゃめちゃビュッフェ、ビュッフェ、そう、私ね、旅行に行った記憶がもう10年以上前なんですよ、うん、で、よくわからないんですけど、その夜中にね、うん、伊豆とかで調べて、うん、旅館をブワーって見てるんですけど、うんうん、こう何がいいのか何が違うのかさっぱりわからんくて、うん、素泊まりは、うんうん、ちょっと違うなっていうのはあるの。はいはいはい。でも、はいはい、それ以外のことが分かんなくて、でも値段に開きがあるわけじゃないですか。それあるある、それはある。そう、何が違うのかしらと思って、うん、ちょっとどうなんですか、何で探したらいいんですか、あれのって。うん、旅館探し。旅館探しだから、まずなでも目的によるんじゃないですか。お風呂ならだから風呂が綺麗なとこ、うん、飯なら飯だけど、どのラインがいいのかとかさ。どのライン？だから西武線沿線がいいっすね。じゃあ近場でしょう、それそれレンタカー借りてどっかとか行きなさいよスーパー銭湯行けよ。じゃあスーパー銭湯も行きたい。スーパー銭湯でもまあいいんだけど、うん、違う、なんだろう、お腹いっぱい食いたいとかさ、うん、あるじゃない。したら、うん、ビュッフェだけど、はあはあ、そんなにお腹いっぱいじゃなくて美味しいもん食いたいっていう人は、うん、なんか部屋食みたいなのか。部屋食ね。なんか紙のさ、はいはい、燃えるやつね、うん、燃えたらダメだよ、火事になる紙鍋のさはいはいはい、なんか湯葉、うん、しゃぶしゃぶみたいなのと懐石料理みたいなので行けばいいし、うん、だからあとな、内風呂露店とかさ、あー、なるほど、あるじゃない、うん、大衆のところが綺麗だよ、大浴場がいいですよとかってあるじゃない、はいはい、うん、それの目的によって。なるほどな。ただ、何？昼はいろんなとこを食べ歩きたいから、漁港の周りとかだったら、はあはあ、だから、夜だけちょっと良ければよくて、昼とか朝はいらないとかいうのもあるだろうし、うんうんうん、まああと何人で行くのか、何泊するのかとか、うん、あと駅から近いのか、あー、それね、確かに確かに、あれが送迎があるのかとか。なるほど、それで値段が変わってくるのか。そう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 。なるほどな。あと、まあ高級ね、かの文豪が泊まっていたとか。あー、なるほど、うん、あー、なるほどね、うん、そう、闇雲に探してもじゃあわからないわけだ。これ何が違うの、ずーっと2日ぐらい何が違うんだろうなと思って。全部違うよそんなの美容室にいて髪切ってくださいって言ったって どう切りますってなるでしょ。ほんとだ。ちょっとカメラ目線してるんで静かにしてもらっていいですか静かにしてましたよ今どうだどうだ感出したんですいませんね、すいませんね、申し訳ない。というところで、あっという間に1時24分ということなんで。あ、24分ですか。はい、なのでそろそろ告知タイムに入りましょうかね。告知タイム入りますね、はいはい、じゃあ一番近いライブが明日ですかね、うん、明日でございますね。はい、うん、うん、明日がですね、新宿門座というところで、はい、19時から、うん、竹というライブでございます。はい、ピラミッド式の松竹芸能のライブで松竹で、前回松から落ちちゃったんですよね。そうなんですよね。そうだから竹から出直しということで2分のネタがあります。2分のネタでございます。はい、よろしくお願いします。1000円くらいかな多分。
1200円、うん、1200円かな、だったと思います。それぐらいです。はい、よろしくお願いいたします、はい。そして15日がですね、はい、笑いの泉という源じゃないかな、源なの、源、あ、源源か、うん、危ない危ない、笑いの源というライブがございまして、はい、これがね、中野芸能小劇場、はいはい、で、19時からでございますので、19時から、はい、うん、これ初めて出る、ね、初めてですね、はい、お声かけいただきまして、出ることになりました。ありがとうございます、助かります、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします。はい、そして、21日ですね、はい、これがですね、うん、なんとこれは21日は春分の日、はい、ですね、春分の日、この日はですね、なんと12時半から、はい、お昼の、お昼の12時半からチャラで阿佐ヶ谷で、お、白熱女子というね、そうです、出ました、毎回お世話になっている T カンパニーさんの、 T カンパニーさんの、はい、白熱女子、これが昼間なんでね、はい、ぜひ来ていただけたらと思うんですが、はい、この白熱女子終わりで、お、さらに、お、中央線に乗っていただきまして、あ、チャラで阿佐ヶ谷というところでやりますんでね、うん、はい、中央線に乗っていただきまして、ほうほう、ギュンと行っていただいて、ほう、お茶の水で対面に来る総武線にちょっと乗っていただきまして、はあ、なんと4時から、はあ、チャンネタライブでございます。あ、出ました、大村小町さん、はい、はい、と本日は晴天なりさんの、はい、はい、チャンネタライブ、新ネタ2本ですね、新ネタ2本をちゃんとネタをやるライブでございます。はい、略してチャンネタライブ、チャンネタライブが秋葉原 0G、 はい、はい、でございます。16時からかな、そうですね、うん、ございます。浅草橋、浅草橋です、うん、最寄りは秋葉原 0G というんですが、最寄りは総武線、総武線、浅草橋、浅草橋、西口の方かな、どっち、王将の方です、王将の方、はい、にございます。ほい、はい、そして、ほう、続いてラフターナイトですね、ラフターナイト、あ、はいはいはい、ラフターナイトがあるんですね、なんと24日、はい、24日土曜日に、こちらはね、新宿門座なんですね、うん、こちらの昼の部ですね、はい、2時からかな、確か2時からだった気がします、2時からのラフターナイトというもので、うん、オンエア争奪バトルライブ、はい、に出ますので、これは事前受付かなをやってるので TBS ラジオさんですからね、そう、はい、マイナビラフターナイトで調べていただきますと、うん、応募フォームが出てくるはずなので、そちらで応募していただきますと、うん、無料でご観覧いただける権利が当たる抽選なのかな、多分、うんうんうん、っていうことになってますので、よかったら見てみてください、見てください、はい、そして次の日がですね、はい、これがね、ライブ名ね、僕ね、満館全席かな、満館全席、はい、というライブでございまして、うん、こちらがチャラで、チャラで、うん、でございまして、7時からでございます、はい、7時からだよね、だった気がします、うん、その辺ということで、うん、あゆみちゃんが誘ってくれる、ね、ブティックあゆみちゃんがね、誘ってくれる、うん、ここで今僕が一押しっていう言い方は失礼ね、はい、ハマりにハマってる、うん、キリノヤスオさんと一緒になるという、あー、キリノさん、はい、僕は初めてなんで、おーおーおー、ちょっとこれはね、出てよし、うん、かつ見てよし、うん、と思ってすごく楽しみにして、楽しみなライブ、ライブでございます、うん、そして、はい、そうですね、うん、いや、でも4月1日こちら10年一突が帰ってきました、帰ってきました、2018が4月1日に帰ってきます、はい、2017年に U&C さんでやっていただいた、そう、毎月やっていたユニットライブで、うん、毎月決まったメンバーで出るっていうやつなんですけど、うん、去年がすごく楽しくて、そうなんですよね、でやりたいなってなんとなく思ってたら、またやりたいねってみんなが言ってくださって、みんな言ってくれるなんてことあるもんだね、そうなんですよ、で、主にね、スキーの上田さんが動いてくださって、そうそうそうです、今年もシーズンごとにできたらいいねみたいな話をしているやつです、10年一つ春、はい、こちらがございますので、こちらもよろしくお願いいたします、はい、はい、ですかね、はい、で、私別でですね、ん、18日に、うん、自分が出るかまだわからないんですけれども、はい、もうすぐ始まる EQ リーグという、うん、女性芸能人のみの、うん、e スポーツの大会がこの秋から始まるのかな、うん、かなんか そのお披露目イベントみたいなのがあって、で、うん、ステージに上がるか分かんないけど現地にはいるはずなので、もしよかったら、そう、それ来れんのかな、そんなのって分かんないですけど、いや、行ってきます。なるほどね、はい、 e スポーツになってね、 e スポーツ、 e スポーツね、だってゆくゆくはオリンピックになるとかっていう話も ね噂もありますからね、広がっていって、うん、そう、どう、まだ私らも詳しいことはよく分かってないですけども、でも知ってる、何ですか、いいよね、ちょっとぐらい、e スポーツって、うん、
あのまだ男の方だけど、うん、オリンピックじゃないけど世界大会があるの、うん、ですごい世界で盛り上がりすぎてて、ほうほうほう、なんか優勝した国は、うん、あれ5人ぐらいでやるんだよね、1チーム。なんかそんな感じかも。もっと多いとこもあるけど。優勝したチームは、うん、22億円もらえるんだって。あ、でもそほんとそうそう、破格の優勝賞金が、ね、みたいな。破格でしょ。はい。でも、うん、毎年、うん、チャンピオンが入れ替わるんだって。あー、同じ人が2回取れないってこと。絶対的エースがというか、絶対的チャンピオンは君臨しないんだって、うんうんうん、あら、これなんでかっていうと、うん、みんな、うん、お金持ったら、うん、やめちゃうんだって理にかなってる莫大な金額がいきなり来るから、うん、ゲームばっかりやってたのに、うん、莫大な金額がドーンって来て、やったーってみんなやめちゃうんだって、強い人が。旅行行こうっつって、旅行行こうって。だからもう今は入れ替わりめっちゃ激しいらしい。楽しそう。一説によるとね。じゃあ私もいつか22億手に入れますので待っててください。はい、お願いしますね。そしたらね、もうしっかりバー開きましょう一日だけじゃなくてね。いやいや、ビルを建てなさいねはい、ということで以上ですかね。はい、はい、そうでございますかね。はい、今月もありがとうございました。ありがとうございました。以上、たぬきご飯の川さんよでした。さよなら。さよなら。あったかくなってきたとはいえ気をつけてね、寒さには